何こいつ肝ないとんだそれありがとうございます本日はですねちょっと最初何こいつ肝ないとをやろうと思います説明してくださいんで当たり前のに始められると思ってますか知らないんですか何こいつ肝ない知らないです何すか何すかあの僕がちょっとずっとやりたいって言ってたイベントでしてはいちょっとこんなご時世なんでちょっとイベントはできないんですけど二人でやろうかなとはいはいはいあのこれ発端はですね。はい ケレスとバッカスがいないとビーナスが凍えてしまう。何を言うとんのっていうフレーズを本で見たんですよ。はいはいはい。歴史本、ローマ史本読んでて、出てきて、超かっこいいなと思って。何が言ってるんですか、それは。これどういう意味かというと、ケレスっていうのがローマ神話の豊穣の神。はい、シリアルの語源ですね。あ、さすが。シリアルの語源の人ですね。はい、穀物の語源で覚えれば豊穣だってつながるってやつですね。そうそうそう、いっぱい取れるよはいケレス。はい。と、バッカスっていうのが酒。酒ですね。酒の神 ケレスとバッカスがいないとビーナス愛の女神ですね、うん、愛の神が凍えてしまうと、うん、つまり愛が生まれるには美食と酒が必要であるという意味の言葉らしいんですこれもあの紀元前何世紀のあの,あの辺の人たち三大悲劇人みたいな時代の人たちの頃から使われてたワードらしくてですね由緒正しい言葉なんですよはははい、はい、はい,はい、はい これめっちゃおしゃれだなと思って僕、うん、あまりにおしゃれなんで一撃で覚えてでこれ使いたいたたなと思ったんですよ、うん、どっかで言いたいたななと思って、はい、なんかわかんないですけど例えば好きな女性とデートをする時に、うん、してる時にご飯食べてて「はい、この店ほんと美味しいですね」って言われた時に「うん、まあケレスとバッカスがいないとヴィーナスが凍えてしまうからね」 って言いたたいいなと思思っっんですよよすよよ死ねてまやそうなのよそれを言ってる自分を想像したらキモすぎて死んだんです,そうです、ね、こんなもんお前死ねよ <laughs> 僕が言われても思いますからね <laughs>、うん、死ねよだから結局これは無理っていういに結論に至りましてこれはどうやったら使えるのかなと逆に考えたんですよねそ、うんはい、したらもう「何こいつキモない」とやるしかないと普通に喋るとこいつキモって思われるワードを言っていい日。うん

あの水野さんに付き合ってもらおうはいはいはいまあないことはないので、ね、僕もねえただ俺ちょっと気になってるんですけどはい、はい、美食と酒がないと愛が成立しないって結構推論として本当かって感じになりません<笑><笑>えでも言わんとすることは分かるでしょえそのだからデートする時うまい飯しないとダメとかってことそうそうそう,そうあ<ー>やっぱ愛が生まれにくいよねそこはっていうああそうなんだなんか中国の故事で、うん、ちょっとね今出てこないんですけど、うん、その要は あの礼儀みたいなのを身につけるためにはまずその衣食が足りてないと全然ダメだみたいな衣食足りてるレースとかそうそうそうそれがありますよ、ねうん、だからそれなのかなと思ったけど美食ですもんねだからその最低限のラインがないと愛情が生まれないんじゃなくてじゃないじゃない愛情が生まれるためにはなんかうまい飯食わなきゃいけないって話ですよ、ね、そうそうそううまい飯と酒がやっぱないとダメだ,極論だな <laughs> <laughs> まあそれは僕も必ずしも正しいと思ってないんですけどやっぱ習字法じゃないですか言い回しのねかっこよいさってことですねかっこいいんで、はい、真理はどうでもいいんですよケレスとバッカスがいなければヴィーナスが凍えてしまうっていうワードを言いたい,いなるほどね。ただそれだけヴィ、はい、ーナスが凍えるですもんねそう死んでしまうとかじゃないですよね確かにセンスはいいですねっていうこういうのを放り込みたいなと思ったんでちょっとあの今日は普通の会話をしながら好き こうなんとかそれを言えるように持っていって、はい、<laughs> それを自然の流れで言うっていう大会ですコントみたいなのやんなきゃいけないですかじゃあおいしいレストランにいてみたいな、ね、それにそれに近いかもしれないでも、まあ、会話の流れでね、はい、なんか会話の流れ上手にそれを言える方に持ってって言うっていう、うん、ゲームです、ね、これはあ持ってくんだ自分が。 そそうそういやだ,ってだってそうじゃないとタイミングないからねケレスとバックスがいないとっていう言い始めるタイミングないからいや俺もう諦めて放出するだけだった <laughs> あこれ言いたいんすよそう言いたいんですよでも言えないっすよね<や>そうだよねみたいないやそれだとこの何こいつキモいとやる意味ないんで、はい、それだと飲み会で言えるじゃないですかこれ言いたいんだけどキモいんだよねいじゃなくてやっぱこう流れでこれ放り込めるやつギリギリっていうところを探して放り込むっていうのをやりたいんですよはあ、い、うわーこれ頭使うな <laughs> そうちなみにあのー、今11時 ぐらいで結構酒酔っ払うんですよ。まあね、ビールをだから缶にして4本ぐらい飲んだんですかね。飲んでますね。さっきまでちょっとね、中学時代の初恋の思い出みたいな話をしていやー、思い出したくねえな、もうそれも。それぐらい酔ってる状態ですね。初恋の思い出を喋れるぐらい酔ってる状態で、ちょっとこれをやるあ、私ですね、酒が入れば入るほど理屈っぽくなるっていう。あととえっ なんだろう自分が喋りたい知識を言うようになって、うん、普段よりももっとうんちく化するっていうことを周囲から報告されていまして一番ひどい時には泥酔した時にずっと英語で喋りすぎていたっていう話を聞いておりますので <laughs> <は>そういうふうにほんとひどいですね。はい、When I was, みたいなことを言っていたということりたいんですか。か 多分だかそううったんでしょね大学生の頃だったんで多分英語の塾講師になろうとしてた時だし一緒に同席してた人の中に英語学科の人とかがいたんでちょっと喋っちゃったんで潜在の意識は出ますからね酔っ払うとクイズめっちゃ強いんですよ。へンハヤみたいなのあるじゃないですか酔うとねもうすごい強くなるのうんみたいです。 友達とかとかその飲み会ゲームでたまにあるんですよはやして負けたら飲むみたいな、うん、それやると僕だけがひたすら飲まないまま終わるみたいななんか,かんないあじゃあちょうどいいじゃないですかシナプス高速回転するようになってると思うんで酔っ払ってこのゲームやるのに向いてると思います、はいまあ、ということですね、はい、僕はあの言いたいリスト、言葉リストをちょっと見ながら。 それにいきそうな話題をちょっと振ってみようかなと思うんですけどやっぱね「夜剣語0ラジオ」ちょっと最近順調ですよねということでちょっとチャンネル登録者の伸びがね、はい、伸びてるなっていうのを思ってまして。はい でこれどう思いますなんかどれぐらいのペースで伸びてったらいいなみたいなそうです、ね、まあ前もお話ししましたけど僕はちょっと今年内に1,000人ぐらい登録者が出て堀本さんも言ってますけどそのジャパンポッドキャストアワードをこの年末ぐらいには狙えるようになりたいなみたいなことは思いますけどね。はいはいはい、でちょっと僕悩んでるのがこのチャンネルとか伸び限界あるじゃないですか。 女子高生に絶対刺さらないじゃないですか <laughs> 確かに女子高生は絶対面白いと思ってないので,、はい、で女子高生に刺さらないと100万人にならないわけですねそうですね100は無理でしょうね100万は 1>,、うん、1万とかじゃないですか限度 1>, 1万とかが限界になるわけじゃないですか頭打ちでそれって寂しくないですかうんでもねじょその100万人とか10万人に喜ばれるコンテンツ作れる気がしないから 1>,、うん、まあ1万人の同士がいればいいですけどね1万人いたら最高ですけどねそれってまさに 人は大地と海を支配しなくとも、美しいことをなすことができる。ですよね <laughs>。知らん、知らん。なになに。なになに。<laughs> これ、えっと、アリストテレスニコマコス倫理学。はい。あの。大地をなすことができる。なにな人は、大地と海を支配しなくても。美しいことをなすことができる。はいはい、うん、なんか、ことこと、うるせえな。<laughs> <laughs> それはもう、古代イギリシャ文献なの、諦めてください。ことこと、うるさいんで、古代イギリシャ文献は。はいはいはい。 だから第一中海を支配しなくても、強大な権力者にならなくてもね、皇帝ネロにならなくても、美しいことをなすことができる。だから、あばら屋に住んでね、一人の死がない哲学者だったとしても、それは人生に満足することができますよね、権力っていらないよねっていうことを言ってるわけです、ニコマクスリンに。っていう。なるほどね、なるほどね。これ言いたいなと思ってたんですね。 分かった今回のやつで思ったのは言ってること自体めちゃくちゃ当たり前だったり推論があやふやだったりしますね結構そのそれはしょうがないですねだってそれ当たり前じゃないみたいなわざわざ取り立てていうことでもないことをめちゃくちゃレトリックに言ってるだけってことですねじゃあこれは完全にそうですね確かにそうですよね確かにそう多分レトリックの力で堀本さんも騙されたと思うんですよえなんかすげえいいこと言ってるみたいなよう考えたらえみたいな確かによく考えてこれめっちゃ当たり前ですよね兄弟の本もん。 みたいな、その、俺ら別にビッグなことなんなくても、うん、いいもの作れませんって言われたら、うん、そりゃそうだろう。<laughs> 情報量ゼロなこと言うんじゃみたいない。そうだね。なる、ね。お前めっちゃクリシェじゃんってなりますよね。そ,それはだから、な,なん、でしたっけ。人は大地と海を支配しなくとも、美しいことを成すことができる。いいですね、なあ、そう言われると、なんかね。うん、スケールでかいですもんね。海と大地支配する、ね。こんちくわん、ね、ですね。<laughs> で、しかも、これあれなんですよ。アリストテレスニコマコス倫理学の最下再。最 後半で出てくるんですよ。<ー>最終版で。はいはい。だから、何ですか、読むの疲れてる状態で。ああ、そう、わかるわ。わかる。あのね、難しかったり、あんまり理解できない本を読むと、うん、ちょっと自分が理解できたところを、いいところだと勘違いしちゃうんですよ、ね、わかるわかる。ニコマコさに、特に延々同じ話してるんで、はい、だ,だるいなと思ってた、えー、っとね、出典書いてるわ。 公文写真書「ニコマコス倫理学」キンドル版月刊148564856もうほんと後半ですね最終版でアリストテレスが言うんですよ「必ずしも権威って必要じゃないよね」うん、人は大地と海を支配しなくとも美しいことをなすことができるっていうの出てきて超いいじゃんと思って引いたんすけど <laughs> 今考えるとやっぱ疲れめっちゃボン疲れでしょうね <laughs> アリストテレスの言ってることはめっちゃボンですよね <laughs> そうだわ 僕もね、実はその堀本さんにそのテーマをいただいて、まあ今回ちょっとテーマ持ち寄ったんですけど、ちょっと使いたい言葉用意してたんですけど、まさにね、近いんですよ。そして僕も古代ギリシャなんですよ。はいはい。それがそのディオゲネスのタル？はいはいはい。知ってます？あのディオゲネスってあれですよね、犬の哲学者と言われる。そう,そう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 。タルとかに住んでたっていうアバンギャルトの哲学家、ね。えっ、ー、と誰と対立対立っつうか対照的に言われたんだっけヘラクレイトス？誰かね、そのすんげー明るい哲学者と対比されて、うんうん、その。 えっと、暗い哲学者として過ごしたと言われてるんですけどその「ディオゲネスの樽」っていう言葉を僕どっかで使いたいなと思っていてまさにそのさっきのアリストテレスの話もそうで、うん、要はディオゲネスの樽ってそのめちゃくちゃ質素な住まいだけれども文化的には満足している、うん、えっと生活様式のこと、うんうん、みたいでディオゲネスってだから樽の中に住んでたみたいなだけれども哲学しててすごく QOL 高かったみたいなことが残ってるんですけど島工作に出てくるんですよ。 ディオゲネスの樽っていう言葉が島工作に出てるですえそうなんだでそれ聞いて俺かっけえと思ったんですよね、うん、なんか島がえっと同僚にアパートに同僚のアパートで飲み直すぞとか言って招かれて行った時にあなんかあの趣味がたくのものがたくさんあって素敵な家じゃないかって言った時にいやいやここなんてディオゲネスの樽さって言、ね、おしゃれそ<う>おしゃれですね行きたいと思ってこれから友達来た時に めっちゃ物あんじゃんみたいな本めっちゃ置いてあんねんとか言った時に「いや俺はもうこんなディオゲネスの樽に住んでるんだよ」とか言いたいなって思ったんですよはい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 ちょっとマウントですしね狭いとか言われてるのに対して「いや俺満足してるから」みたいなそうですねそうこれいいですよねディオゲネスの樽いいわあのヘンリー・ディ・ソロはい 森にハーバード大学卒業した後森に住んでいた思想家のソローの著作でも多分そういうのいっぱいあるんですよ。だ一個も出てこねえよ <laughs> <laughs> ちょっと酔っ払った勢いで出てくるかなと思ったけど一個も出てこないけど <laughs> シナプス死んでるソローの著作読んでも結構そういう表現が出てきてすごいいいなと思うんですよ<ー>あれだあの晴れた日は全部のものを家の外に出す。 ってい1小節が僕はすごい好きで、はい、1節がすごい好きで,、はい、で、特に幸せを感じる瞬間がよく晴れた日に家にある全部の家財道具を出してで、でも物が少なすぎるから、うん、数冊の本と家財道具、棚1つと、はい、1> 机1つと椅子1つしかないんですよ。よ、はい、だから全部すぐ出して、部屋の中掃除して、それをたっぷり日干しして戻しても丸半日で収まると。うんでこの 行動する上で幸福を一番感ると俺の全てが太陽のもとにさらされてそれを日干しして浄化して戻したんだとエグミニマリストってことですよねだから要はソロはもう元祖ミニマリストって言われてるはいはいはいだこれ素晴らしいなかっこいいですよねかっこいいだしねちょっとマウントだと思うんですよねそれは文化的に俺は高いぞっていうことをあえて持ってないっていう盗作的な状況に つ逆に言ううってい,ういそうか僕うっかりするとツイッターですぐあのそこベランダがあるんですけど、はい、そこのベランダに出てあの前が隣の家の広い一軒家の庭なんですよ、はい、森みたいになっててそこにこう椅子とかを出して、はい、そこで読書してますっていう写真をうっかりツイッターにい <laughs> マウントねソロマウンティングをうっかり撮りそうになってしまって。 天気がいい時に僕は堀本さんみたいなこういうあの庭とかがあるところではないんですけどまあベ、えー、っとマンションのベランダに出てってその外に過ごしてても暑すぎず寒すぎずの時は。 ビールを持っていってそのベランダでビールを飲んでるみたいなのをね、うん、投稿しちゃうんですけどやっぱやっちゃいますかそれうんちょっとね今思えばそれはやっぱマウンティングなのかもしれないなって、ね、うんちょっとやっぱ俗っぽい喜びなどに我々はハマってないぞっていう <laughs> まあでもその結果アルコールですけどね <laughs> <laughs> でもそれは別に読書とかにも大体できるわけじゃないそうですね、うん、あんまちょっと読書の投稿とか極力僕もうすごく自制してしないようにしてるんですけどあそうですかなんでききりない 基本的に本当に息を吐くように読んじゃうのでいちいちそれやってるときりないし、うん、そのちょっとねあのカメラ回ってない時に話しましたけどはい、はい、どうせ僕と趣味共有してくれる人いないなみたいな <laughs> だから面白いなと思った本とか投稿しても <laughs> はい、はい、誰からもどうせ反応は返ってこないんでへ<ー>、まあ、別にあげたりしないですね。うわーなんか切ないですねその定感というか。うーんでもいや そうですね諦めてるっていう感覚でもないんですよ僕別に今まででそんなにそのん<ー>例えば語源すごい好きだっていう人に会ったこととかもほぼなかったんでまあほんだからこのラジオを始めてはい、はい、そういう自分と感性の合う同士がいるんだとか<ー>面白がってくる人がいるんだっていうこと自体結構驚いたというかじゃあそんなにピシャッとくる同士はいなくてもよかったんですね今までは今まではいなくても成立してたし<ー>求めたたこともなかったですそれってまさにあれですよね 絶望したときに発狂から救ってくれるのは友人でもカウンセラーでもなくプライドである <laughs> ですよね村上龍ですから何か俺やべえなんか気づいたらなんかアイロにんか追い詰められてた <laughs> 今ちょうどいいなと思って<え>上手に誘導尋問で持っていきましたそこに <laughs> マジかよやべえなんか大手されてピッリいたら大手飛車取りされてた気分これ放り込まれそうと思ってもう今そこに追い込んでましたやばい今ヒットポイント1奪われてるマジか これ村上絶望した時に発狂から救ってくれるのは友人でもカウンセラーでもなくプライドであるでもプライドとは言ってないですよ僕別にえでも今そういうことじゃなかったですか理解者はいなくてもこう己として立っていればそれで良いみたいなああいやそれプロクルーステスの信頼じゃないですかおや <laughs> なんか俺んできたぞ <laughs> 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 そのプロクルステスの死んって何でしたっけ？あのプロクルステスっていう盗賊がいて、うん、あの古代ギリシャの例えかな、ギリシャ神話ですね。多分はい、うん、そうですね。ベッドを持っているんですけど、うん、捉えてきた人をベッドの大きさに合わせて足を伸ばすっていう土地狂った。 やつらで <laughs> 引っ張って伸ばすんですよねそう引っ張って伸ばすんですけど<ー>そうだからあのそういう自分が言いたいこととかの主張にカコつけて、うん、基準の部分をずらすことをプ、はい、ロクルステスの信頼って言うんですけどそれじゃないですか今,今それやってしまいました、ね、<laughs> いや多少やらないと無理だからこれはカウンター決まった <laughs> こ <laughs> これいいいですね、はい、何こいつ肝カウンターがま、はい、ちなみに何こいつ肝ワードボーも全部今吐き出しました <laughs> もう言いたいの使いました終わった思い出さないとい持ち駒ないんですけど,すけどあと何個ぐらいあるんですか <laughs> 僕あと13個あります使いたいやついっぱいある <laughs> 水野さんって、はい、映画見て泣いたりすることって多いですか あんまり多くはないですけどないことはないっていうああたまにあるみたいなねでも普通の人に比べると少ないそうですねうんすかやっぱ私生活でもあんまりこう感情を出さないみたいな気をつけてましたねあらわにするのはなんかちょっと幼稚かなみたいなおおスティアッッパープですねは何こそう言われるためにやっておりますこれはスティフアッパーリップ あのスティフアッパーリップッい上唇ですね、うん、これは慣用句特にイギリス英国紳士を表す慣用句らしくて感情を表に出さず、はい、こう殺して理性的に振る舞うこと、はい、美徳ですよねだから、うん、英国紳士の美徳っていう意味でスティフアッパーリップっていう概念があるらしくてです、ねはいはいはい これあの僕どこで見たかっていうと「タイタニック号」の沈没の犠牲者数を分析した論文、うん、英語論文を珍しく、はい、あの必要だったので読んだんですけどこれ英語論文読んでるときに人文系の、うん、人文系のっていうかまあ歴史分析だと思うんですけど、はい、のこうイギリスの学者とかって論文にレトリックこだわるんですよね。 上手な表現をやっぱしようとするアブストラクトから放り込んんででいくんですよアブストトラクがちょっと最初の一段落か忘れましたけどかどっかでこの、えー、犠牲者を分析した時にねアッパークラスが意外といっぱい死んでると、はい、あの避難場所とか避難のしやすさでいうとアッパークラスって圧倒的に有利だったうん、うん、貴族が生き残ってしかるべきなのにそうでもなかったとタイタニックの犠牲者を分析するとノルマントン号事件みたいな感じにならなかったとそう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 ,うん、うん でその原因を考えるとやっぱり英国紳士の倫理観みたいなものはおそらくあったであろうと彼らは沈没しゆく「タイタニック」の中でも毅然として英国紳士として振る舞っていたに違いないと落ち着いて女子供を先に逃がしたはずだとスティフ・アッパー・リップという英国紳士の行動規範プリンシパルに。 乗っ取っていたであろうっていうの書いてあってあ<ー>しびれるこの論文と思ってやるーって思いません <laughs> 確かにね,そうですねかっこいいちょっとしかもそのスティフアッパーリップっていうの絵が浮かびますねそうだね、うん、上唇をグッと固めている英国の顔が浮そうですねっていうのを含めてねこれはすごいいいなと思ってはいはい スティフアッパーリップだねっていつか言いたいなと思ってたんですけど感情を抑えてることがスティフアッパーリップなんですかそのそう気前に振る舞うとかじゃなくてあまあでもそういうことなんです感情を表に出さずに気前に振る舞っているという英国紳士のプリンスパル全体がスティフアッパーリップああすですね,うですねそううんこれ放り込みてえなと思いつつ気持ち悪いな飲み会で言ったら <laughs> スティフアッパーリップだね,わないねそれ伝わんないそれは <laughs> 絶対に っていうこれ言いたかったんす、ね。ってことは俺もスティフアッパーリップだったってこと。そう、だから水野さんもスティフアッパーリップだったった。いやー、ー来た、嬉しいなんか。でしょそう、これ、今度使ってください。でもタイタニックで、い、すぐに俺多分救命ボートに乗るタイプですけどね。<laughs> 自分助かりたいタイプか。お前ら待ってろって。<laughs> <laughs> 一回見てくれっつって。こうやってもう。<laughs> そうですね。全然ノブレスオブリージュできないタイプね。<laughs> 水野さん、結構あれですか。神とか信じますか。 僕はあんまり信じてないですね。ああ、でもあれじゃないですか、受験期とか、うん,うん、これちょっと神社行って受かりますようにみたいなのやりませんでした。ああ、それはやりましたね。おお、残稿の中に無神論者はいないですね。<laughs> <laughs> ああ、今浮かびましたね。残稿の中に無神論者がいないわ。確かに。なるほどね。これおしゃれじゃないですか。確かにね。残稿の中に無神論者はいない確、ね。確かにそのやっぱ社会学とか人文科学やると、うん、神ってのを信じてないとか。 っ、うん、って言って言も神をなぜじゃあ信じるのかみたいなの,の,の中には、うん、そうやってその,あの「なぜ自分がこうなの?」と「科学」ってのはどうしてこうなるは説明するされるけど、うんえと「なぜ私がじゃあそうなの?」ってことはせつ科学で説明ができないとそれの説明には宗教が必要だと、うんだね、みたいなこととかが出てくるんですけどあるあるだからなんかその塹壕の中,の中に無神論者はいない。うん、ななんんかイメージ湧きますよそなんで俺が、うん 残豪の中でこんな危険な思いをして、うん、多分だから弾幕とか張られてるわけですもんね残豪戦ということは死の危険を感じるんだってなった時に必ず人は神を信じるんだということですよねそういうことですさすが説明の必要がなくてかります <laughs> いいですね <laughs> これおしゃれだなと思ってし,で、ね、でしかもおしゃれなのがですねあの出典不詳なんですよこれわ米国の格言で第一次世界大戦の時に従軍司祭ウィリアム・トーマス・カニングスという人が言ったとする 文献もあるんだけど、おそらくもっと前から他の人が言ってたんじゃないかなということで、ぼやっとしてる米国の格言ですね。なるほど、だから堀本さん結構使いたい言葉っての、わりと文章ですよね。文章ですね僕は結構、あれですもんね、そのあなんだろう名詞です、ねあ。そうですね、単語っぽいというかね。僕、他にもあるんですけど、堀本さんのノートを見たときに思ったこととかも、日本語にはないけど英、うん、単語にはそれが一語であるっていうシリーズで言うとですね。ははあうん、あの さんの文章ってアドクソグラフィーっていうんですけどこれはつまらないトピックに関して優れた文章ってへえそれ一単語としてあるんですねはいだから堀本さんのノート全部アドクソグラフィーなんですアドクソグラフィーですね完全にねネット上の人をバカにしてしょうもない人をバカにするはいそれで 食ってるっていう、うん、僕も最近その一緒にやってる人どういう人なのっていうこととか聞かれるときに何て説明していいか困るんですけどこれからはそのアドクスグラフィーを書いてる人だって説明すればいいんだなううそうあそれ今度から言いますわ <laughs> 何仕事何してるんですかアドクスグラフィーを書いてます <laughs> アドクスグラファーです昔もクソってちょっと入ってるんでねなんかいいですね <laughs> ちょっとね偶然引っかかってますねあとね僕あのさっきのパターン水野さんさっきあの 反撃何こいつ肝はあるんですけど今の「塹壕の中に無心論者はいない」も「反撃何こいつ肝」があるなと思って、はい、<の>一人でカウンターも考えておるとさ <laughs> <laughs> もしそ<う>残壕あれ言われたら俺これで返すみたいなそうそうそう,そう,そう何なんだよそれ <laughs> <laughs> という判例というか、はい、反撃があるんで、はい、ちょっと言ってもらっていいですかえっと「塹壕の中に無心論者はいないよね」<laughs> でもまああれだからね ガロアは死に際まで数学者だったからね <laughs> っていうこれ言いたくて <laughs> ガロアはね天才的な数学者、ね、そうそうあの軍論とか軍論,論っていう分野を創始した二十歳で死んだんですけど小学生の頃に1から100までを全部足してみなさいって言ってすぐさまに答え5 5五百5 0だって出したそう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 っていう人です、ね、天才エピソードで言うあれそれガウスかな あれガあーそうかもごめんガ,ガウス僕もちょっと自信ないですけど、まあでもガロは天才なんですよ。二十、うんはい、歳で死にながらあの近代数学界に圧倒的な貢献をした人、うん、ベスト10ぐらい入るぐらいのやつなんですけど、はい、ガロは僕も本当好きで、はい、超かっこいいんですよ、はいあの。情熱と数学に生きた男ってよく紹介されるんですけど、決闘はあ、はあ、で死んだんですね。おお あの銃で撃ち合って <laughs> <laughs> あその決闘<統>はい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 病気の名前かと思った違う違う違う <laughs> <laughs> 貴族と撃ち合って死んだんデュエルの方ですけ、ね、どデュエルの方ですはいあの奥さんを寝取っちゃったんですよね貴族のへえ<ー>すごい良い奥さん人間臭いですねじゃあ、うん、で圧倒的な才能があってすさまじい数学の倉庫を残しつつ、うん まあちょっと奥さんへの情熱もこらえられなかったとはい情熱の男なんですよ。はあははあ、で二十歳だか二十一だから、ね、その奥さんを寝とったことがバレて手袋投げつけられるわけですよ。彼はぎりぎり19世紀ぐらいじゃないかな多分、うん、19世紀の数学者なんで手袋投げつけられるっていうね、はい、古き良きあのデュエルの申し込みがあるわけですね。はい、はい でそれを「よっしゃやったろやないかい」ということでガロアは貴族じゃないんで、はい、銃の扱いにも慣れてないし、うん、何だったら火があるのは自分のほうなので撃、はい、ち殺される気で行くんですよ決闘<ー>でただ10日待ってくれみたいな、はい、言うわけですねその貴族に10日待ってくれ今考えてる数学のアイディアがあるからそれをまとめるまで待ってほしいへ<ー>10日後に俺は死にに行くからかそれまで待てっつって、はい、10日 ぐらいでちょっと生活の途中忘れましたけど1週間だったかもしれないけど、はい、慌てて手帳にまとめるんですね、はい、軍論の構想を、はい、で殴り書きの手帳なんですけども判読もギリギリできるかできないかその手帳のか片隅にはあまりにも時間がないという悲痛な叫びが書かれててそうですね似てますね、うん、で80ページだか90ページだかの短い手帳に全部死ぬ気でまとめ切って、はい、当日決闘しに行って打たれるんですよ なんかグッときたわかっこいいでしょかっこいいそんな感じなの超かっこいいんですよ激攻めフランス人ですよいかにも情熱に生きた数学者はいはいはいでその二十歳がか二十一だかでもう死ぬんですよね致命傷を負って病院に運ばれて最愛の弟めちゃくちゃ仲のいい弟がいて弟がその軍論の手帳を受け継いだんですよお前頼むっつって死に際に郵送してたんじゃないかな多分鉄塔に行く直前に郵送して弟はそれ受け取って 後にそれを軍論として、うん、今みんなが大学の数学でやるような内容をまとめてるんですけど。ねうん、っていうことをする弟がまあ死に際にも間に合うんですね。打、はい、たれて病院に搬送されたガロは。でそこには慌てて弟がやってきて兄貴大丈夫かということを言って兄貴があの後悔する必要はないと。何も私の人生について食える必要はない。私は精一杯生きたし。 ややれることをやった<ー>20歳だから21だかかららですよ俺より年下ってことですよね。<laughs> <う>やべえな。<laughs> って言ってで最後に牧師が来るんですよ、はいもう。もうあいつ死ぬわってなった時にナースだか医者だかが呼んで,、はい、で牧師が来て最後のお祈りをしますとうん、うん、いうことを言うんですね。でガロアはもう心拍数も弱まってて死ぬ直前ですよ。はい、にガロアは,は出て行ってくれと牧師に言うんですね。ほ<う>僕は死ぬまで無神論者でありたい。 っって言って言追い出すすんですよ,僕,よ<う>僕は死ぬまで数学者であり、無神論者でありたいと。と<ー>言って追い出して最後、弟とポツリポツリ喋ったり、数学のアイディア、軍論の補足とかを喋りながら死んでいった、ね。わあ、すげえわ。超かっこいいな、ガロかって。かっけー昔から僕ガロは大好きなんす。はいはいはい。塹壕の,の中に無神論者ンいないってフレーズを後に聞いた時に、 真っ先に思い出したのガロアのことは塹壕でも無神論者だっただろうよと。なるほどね。<laughs> あ俺もどっちかっつったらガロアの方が好きやな。ねかっこいいですよね。塹壕、うん、よりも。そうだからいつかどっかのタイミングで誰かが塹壕の中に無神論者いないって言ってくれないかな。おらんよ,らんよそんな人。<laughs> 言ってくれたら「いやでもガロアは無神論者だと思うけどね」<laughs> って言えるなと思ったんですよ。<laughs> 一人でやってくれそれそは <laughs> オランからし <laughs> そうそうそうから仕方なく今日今一人で全部段取りを組み立てて言ってもらって <laughs> 水野さんに言ってもらってやりました <laughs> あでもガロはかっけえなーかっこいいでしょこれかっけえなー最高なんですよガロはしびれるわあのサイモンシンフェルマンの最終定理にあましたはい、はい、あいや読んでないんですよあっっすかフェルマンの最終定理に関する本を読んだんですけどあれをなぜかねはい、はい、避けてサイモンシンフェルマンの最終定理にもちょっとこのガロのエピソード出てくるはい、はい、しうわー名前忘れてしまった 数学史除雪みたいな本にもガローの話結構今度詳しく出てくるんで、はい、ちょっとこの辺の数学史ひもとくと数学史沼にどんどん入っていけるってねあれもね楽しい結構それこそ数学史ゆる数学史ラジオとかみたいなコンセプトとして成立するっていうのがす,、ね、<laughs> すると思う,すると思う,う僕はちょっとあんまり詳しくないし勉強もできないのであれですけどそういうのとかあったら聞きたいですよね。 ちょょっとこのフォーマットでやりましょうか,なんかいつも水野さんにコンデンス用意してもらって申し訳ないから <laughs> 確かにね。僕が用意していきましょうかなんかだから最初はね多分言語学にちょっと近いジャンルから入ってってっ、ね、途中からだんだんねそういう僕ちょっとそれで言うとやりたいなと思ってるのが、うん、古典的名著って一、うん、人で全部読んで理解するのは当然一生のうちに無理じゃないですか。うん、だけれども知ったくぶりたい時あるじゃないですか。あるあるある。 うん、あ確かに何か例えばヘーゲルってそう言ってたよねみたいなこととか言いですか、うん、やりたいなと思ってだからアウトソーシングすればこれ早いなと思って <laughs> 僕らお互いが <laughs>、うん、次の回までに例えば課題図書ではい、はい、人生で逃げ続けてたけれどもいつか読まなきゃいけなかった本っていうのを、うん チョイスしてお互い読んできて、うん、お互いがそのようやくとそこで感じたこととか解釈っていうのを話し合う会みたいなの雑談会でやれば結構コスパいいかなと思って <laughs> まあだから大学の,あの林読みたいな感じですよ、ね、そうですねゼミみたいなあのちょっとそんな勉強くさくするつもりは全然なくてうん、うん、僕らとにかくそのアカデミックなものをとにかくエンタメに変えたい人たちなので。 あのそんな勉強くさくならないので多分面白くできると思うんですけど、うん、やりたいなと思っててそうですねだからまあそういうようなフォーマットでやってもいいかもしれないですねいいかもしれないうん,なんか読みたいなと思ってるやつあります古典的名著とかでなんだろうなめっちゃあるんですよ、ね、あのあれビトゲンシュタイン論理哲学論ああ沼だなあれ僕半分3分の1ぐらい読んで挫折したんですん前だるいなと思ってあの <laughs> フォーマットが面白いんですけど、論理哲学論語ってはいはいなんか定理みたいな感じで順にそう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 <の>七個しかないんですよ。はい大定理が七個あって、うん、あの一番有名なのが七番目の語り得ぬものについては沈黙するしかないっていうああれ七番,番目の定理なんです。あれ七番目の定理なんです。へえあの論理哲学論かっこよくてそこがあのえっと一番目の定理はなんかまたあるわけですよ。はいなんちゃらかんちゃらっ,つってで一番目の定理に関しては1.1っていうのがあってつまり一番目の定理についての覚え書きみたいな、うん、はい。 論章みたいな1.1があってその1.1に対してさらに1.1.1っていう,うあの構造化されてるんですよね明確に。すげえ整理してるってことですよねそ<う>自分の考えをちゃ数学っぽい。ドイツかなあでもオーストリア人かもかない、うん。でもなんかねやっぱそんな感じしますよねなんかね。で,、うん、でめっちゃちゃんと組み立ててて、はい、だから何ですかほとんどのページパッと開くと6.5.4.2みたいな感じのページなんですけどはい、はい、7だけ。 7で終わりなんですよ。かっけ語り得ぬものについては沈黙するしかないっていう項目は語ってないんですよ。なんかだから読み切った時にすごい、あ、やっと来たこれってなるんでしょうね。 っていうのがやりたくて僕は通読しようと思ったんですけど、はい、めんどくさくなって6.8.3.2とかから読み始めてあ,あから読み始めたんだそこまでいったのかど <laughs> うかってないってないあの2.1ぐらいまで読んでめんどくせえと思って飛ばして6.8.3.2ぐらいから読んで7までいってなるほどこういう構造の本が全体 <laughs> <laughs> だからそんななんか今すごい読んだかのような話ができるんですよね読んだ感じで喋ってますけど頭と後ろしか読んでない <laughs> 2ってどういう定理でした分かんない <laughs> <laughs> 飛ばしたからねね <laughs> そういういのありますよ僕もだからやっぱ言語学の話をする上で読んでおきたい例えば岩波の本みたいなのとか結構あるしまあそれはちょっと言語学ラジオいる言語学ラジオのコンテンツとしてやるのでまあちょっとあんま関係ないけれども何か使えそうな。 例えば僕その、日本人論とか結構好きなんですけどはい、はい、そんなに読んでないんですよね。うん,うん。あの例えば、久喜修造、生とかった。生き残そう、有名なやつですね。えっと、和筋哲郎フードとか。はいはい。ああいの読みたいんですよ。わかる。でも、タイミングない、きっかけないと読めないんで。そうですね、まあ、そういうのとかね、ちょっと持ち寄ってみたいなとか。思ってますねうん、うん。それやりたいですね。近々やりましょう。やりましょう。じゃ、まあ、次ちょっと。次の収録の時までに、読みましょうよ。はいうん、なんか。そうですね。うん。 なんか多分お互いねテーマが近かったりするといいと思うんですけどねまたさらにそうですね水野、うん、さんプロリン読みたいって言ってましたプロリン読みたいですねマックス・ウェーバーマックス・ウェーバーのね読みました読んんでないっすないすかね 読んだらいいろろ引用でできそうすよねプロリンも全く同じことしました今のやつと理哲学論考と全く同じことして本とりあえず取ってきて頭に読んでなんかこんな本だなと思って後ろの方読んで結局ね資本主義が成立したのはプロテスタンティズムがみたいなこととか言っときゃとりあえずカルヴァンが転職のために労働って大事だよね」っつって「蓄財は悪いことじゃないよね」とか言ったからキャピタリズムが加速したんだなロシアの東方教会はみたいなそれいけなかったから資本主義うまくいかないよねみたいな。 要はこれ以上のことをしたこれはね結構にわかならみんな言うので全員言えますね、これはね。これ大丈夫かなリスナーついてきてるかかんないですね。完全に僕らの趣味なんで。プロリンはね、多分ね、そんなに一般認知度ないですけど。ああ、そうか。プロリンってリズムの倫理と資本主義の精神ですね。 社会学系のところとかで行ってないと意外とマックス・ベーブは知らなかったりしますもんね,ね人文系やってないと僕も大学理系だったんで、はい、あんまり大学生の頃は触れなかったですか、ね、僕の社会学者の本結構読みたいんですようん、うん、デュルケームとかも読んでないし、はいはい、読みたいんですけどねかその辺も沼ですね<う>読むのだるそうっていうなのでねこうやって、まあ、僕らの収録1か月半に1回とかやってるんですけどうん、うん、年間そしたらね 七冊ぐらい多分読めるので毎回宿であればねそれなりにねあのちゃんと何かしらのものにはなりそうだしそれがきっと本編にもつながってきそうだと思うんでそうですねなんかやれたらいいなと思ってますけどねでもまああれですけどね労働の細分は人民の暗殺であるってところありますけどねおい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 俺がなんかちょっとそらしたのにまた戻したな ななんだなんてなんて <laughs> 労働の細分は人民の暗殺である細分ってなんですかあ細く分けるほうほうほう労働の細分は人民の暗殺,の殺であるこれはねあのマルクス「資本論」の中で出てくる読んでねえんだな <laughs> 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 僕の資本論知識は入門書2冊読んだだけは知識です俺も,俺も弁償法で書かれてるんだよなとかそういう知ったかぶりは言えるんですけど <laughs> そう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 してたからそうそうそう,そう,そういうあの知ったかぶりをするレベルの知識しかないんですけどでもね資本論はねマジ読むのめっちゃ大変い,でいやもうきついですね、うん、資本論めっちゃ長いしねそう7冊ぐらいあるでしょ岩波な版でちょっと無理でしょうね僕らの能力じゃん。 ううですかちなみにこれはあの資本論の中でさらに引用してるんですよ資本論の中でマルクスが引用しているアーカートはいアーカートって誰って聞かれるとこ,こもよく分かんないんですけど <laughs> 詩人らしいんですけど、はいですね、そうアーカートの詩で労働の細胞は人民の暗殺であると、うん、要するにその 機械化労働が始まってねあのマルクスの時代ね、はい、19世紀、うん、産業革命が起こって労働者は自分が何を作ってるか分かんなくなったと、はい、ネジを延々作るわけじゃないですかネジを作ってるそのパンを焼いてた頃は、はい、俺の焼いたパンをみんなが食べて喜んでいるぞっていうビジョンがあったんだけど、はい、やっぱネジを作ってると何も分かんないから、はい、みんなそれ不幸になってるよね うん、ということで、労働の細分は人民の暗殺であるというのを、ね、アーカートは詩で読んでたらしくて、はい、マルクスはそれを引用して始めてるらしいんですよ、ロン語あはははっていう話を僕は全然違う、ルポルタージュ、自動車絶望工場というルポルタージュで読んだんですけど、はいはい、だから、孫引きの孫引きを引いてますよね。ひ孫 <laughs> <laughs> 引きひ孫引きです、これ。<laughs> 現地当たらないマンの,の悪い癖が出てますね。<laughs> そ,うそう、資本論当たってないんですよ、ね。はいはいはい ただこれいいなと思って確かにねいろんなとこでこれはあのいろんなとこで言ってますこれは汎用性高そうですねそう労働の際は人民の暗殺だよねっていうのはねいろんなとこで言えますねはいはいはい皆さんも覚えておくといけると思いますマルクスがアーカートの詩を引用してこう言ってんだよね使えると思う結局ね僕らもあのそういう例えば資本論みたいなものとかプロリンみたいなものとかも原彫、うん、を読むことのメリットをなんかねぶっちゃけベーバーを理解するとかってよりは ーーバーについてツーブリだけなんですから、うん、これってその気候っていうのは他人から自分を区別する一手段でありおいおいあまりに安上がりなのでバカがこれを使い己の愚かさを際立たせるものですよね。おいおいおいなんか投げいの出てきたぞ <laughs> <その笑>これアンブローズ・ビアスの「<laughs> あの悪魔の辞典」の気候の,あのエクセントリティエク,ンエクセントリシティ の誤です悪魔の時点ってあれですよ、ね、なんか全部の言葉に対してちょっと皮肉めいた言葉で書いてあるっていう、ね。語、はい、が皮肉めいた形で辞書っていう定裁を取って、うん、えと書いてあるものなんですけどそのすごいシニカルな目線で書いてるんですけど、まあ、その気候はい、はい、変わった行動っていうのの語、うん、尺がすごくよくてはい、はい、そこのねあの他人から自分を区別する一手段だとまず気候のことを読んでいて。うんうんうん あまりに安上がりなのでバカがこれを使い己の愚かさを際立たせる。<laughs> これまちなみにツ,ツイヤスタカ役なんですけど。あ、そうなんだ。はい。すごい。ツイヤスタがアンブローズビアスの悪魔の時点の日本版の翻訳を不満に思ってたみたいで、はいはい、ずっとこれを自分で翻訳したい。だけど僕英語が苦手だっていうことで、ずっと構想をためて、実はまあ今出ているんですよね。コーナン社プラスアルファ新現えっと文庫から。わあ、すげえ。そうで僕はちょっとトイレにおいて、結構少しずつ読み進めてるんですけど。 気候のこの切れ味がねやっぱ良すぎて鋭いですねそ<う>あまりに簡単だからみんなそれやっちゃうんですねそそそうそうそう,そう,そう人と区別するためにそしてそれ己の愚かさを際立たせるものなんだとへーだからね資本論とか知ったかぶるって完全に気候やべ気候やってしまったわはい、カウンターしましたまたでもそういうのをやっぱ持ってこれるって神は人間よりも辛抱強いっていう感じがしますやべ, <laughs> やべ <laughs> そういう時点があるっていいですよね。カウンターのカウンターのカウンター,ンターた。<laughs> マジかよ。マジかよ。<laughs> 髪は人間よりも辛抱強い、ね。ほうどういうことですか。これあのアンネの日記に出てくるんですけど、はい、あのアンネの日記の中で。 神は人間よりも辛抱強いという言い習わしがありますがって格言として出てくるんでおそらくドイツとかのことわざだと思うんですけどただ僕グーっても出てこなかったんですよこれだからちょっと原点よくわからないんですけどまあアンヌの日記読んでる時に出てきたなという感じで,で意味も解説してくれないんですけどアンヌの日記だからなぜならあれ日記なんでどういう意味か俺は分かるからっていう感じですそう。文芸じゃないんであれだから,だから教えてくれてないんですけど文脈としては まあちょっと私はどこか拭いきれない孤独を感じていますよと。はい、で,でも、まあ、日記を書くことにしましたと。はい、この,そのいつか出会える友人のために、はい、あの必要な記録私という人間を記録したものが。 紙に置いておけばね記憶に置いておけばすぐ消えてしまうけど、うんはい、紙に置いておけばずっと残っていられるので必要な時に引き出せるでしょうとはいだからいつか私のことを理解してくれる人間が現れた時にこの日記を読んでもらって私という人間のことを覚えてもらいましょう理解してもらいましょうっていう文脈で出てくるんで、はい、多分そういう意味なんだろうなと思っていて今の時点もそうだなと紙に書いてあるからね <laughs> 必要な時にやっぱ出せるんですよね本になったらそれ全部言えるやつだな畜生、えー <laughs> い確かにね、便利ですね。うん。4度ぐらい使えるわ。わぁ。なるほどな。かな <laughs> わねえわ。カウンターをまた探してる <laughs> いや、俺はストックがないから、そんな自在に僕持ってこれないんだよな。<laughs> うん。そうだな。またあ<来>た。<laughs> またこいつポーズ取ってる。殴りに来てる、また。<laughs> でやっぱそんなに無理して、ベタベタといろんな言葉を交わそうとしなくても。君子の交わりは、淡木こと水のごとしです、ね。ああ、論語。これ論語ですね。有名な、ちょっと有名な。フーズですけど。これもおしゃれだなと僕思ってて。はいはい、高校生の頃からいいなと思ってたんですけど。はい、一回も言ったことねえなと思って。確かにね。これ教科書に出てきたんですよ。多分。ね、君子の交わり、淡木こと水のごとし、言わないな。だ君子いねえからな、あんま。<laughs> そうだね。うん。でも,でも君子ってのは立派な人間のことですよ、ね。そうそうそう。これでもピンときません?。なんか。すごい。 この人めっちゃいいなーみたいな上司ってベタベタした付き合いしてないです、ね、そうですね水のごといきし付き合いをしてる気がするんでうんいいなって思います、ね、確かにねあの「なれる」っていう言葉って実は「獣編」に「甲子園の甲」と書いて「なれる」っていう字の書き方もあってはいはいはいあのつまりえっと「獣神弁」に「貫通の貫」の「なれる」とは別の字があるんですよねああはいはい獣神弁に甲「甲子園の甲」で「なれるは」は意味があって かなり絞られていて<う>あのかえってベタベタすることを指すときにしか使わないなれるなんですねそんななれるっていう動詞があるんですかなれなれしいのときにしか使えない表現なんですよねだから多分君子ってのはそのそっちのなれるをしないってことですよねうんそうだねつまりなれなれしくはしないってこと、ね、だから関係に慣れてくることはあったとしてもな、はい、れなれしい方のなれるななそうですね獣編の,の方にはならないんだっていうことですよねん多分今の話って そううだと思うわ、ね、うんいい言葉だと思うんですよこの「なれる」っていう単語はすごくす、ね、現代ではあんまり区別をちゃんとしてないけれども分けたら便利な言葉だと僕は思ってるんですけどね。ねね堀本さんも過去ノートにその仲良くなったからなれなれしくするのであって、うん、あの嫌なやつってのは最初からなれなれしくすることで仲良く してること演出するされてると言ってました。うん。そか、そいつはやっぱ獣編にこうの方う。そうなんですよ。獣ですね。アプローチが獣。編ですね。でも、そういうやつって、子供の頃から、やっぱやろうとするじゃないですか。はい、はい、はい。うん。とか、あとね、結構よくナンパ師とかでもね、そういうメソッドね、溜め込んで話しかけましょうみたいな。とかありますよね。やっぱ、そういうやつ、って子供の頃からやってるから、ダメなわけで。はい。小さなハンスが。小さなハンスが覚えなかったことを、大人のハンスは決して覚えない。 なんかそれ日本語のことわざにありそうだけど <laughs> えっだからちっちゃい頃にできなかったこと大人になってもできないあれじゃないってことですよね。 <laughs> ハンス使っっててきた <laughs> そうこれおしゃれだなと思小さなハンスが覚えなかったことを大人のハンスは決して覚えない<ー>なんかいい、ね、三つ子の,の魂100までだとポジティブな文脈で使ってる感じするじゃないですかはいはいはいなんかあの子は昔からカルタが上手だったからねみたいな、はい、今でもできるねっていう時に三つ子の魂100まで使ってるイメージなんですけど、はい、小さなハンスが覚えなかったことを大人のハンスは決して覚えないは完全にネガティブなイメージそうです、ね、なんであいつはダメだっていう時に使いやすいなと思って原文でもハンスは2回出てたのかな じゃない多分小さなハンスは大人になっても覚えないの方が自然な気がするけれどもハンスがが回出てる方が僕はすすごくいいと思うんで大人のハンスって出てくると、うん、つまりその1分の中に時間の流れが2個あることになってすごいダイナミックですよねときまだからそこですよね多分「三つ子の魂100まで」って言った時に、ね、三つ子って言っちゃった時点で、うん、もうだから主語、えー、が、えー、と出ちゃってるから、うん、もうわざわざ。 百の子までとか言わないけど。そうですね。ドイツのそれはそこがいいですね。確かに。そうダイナミズムが好きなのか、僕はこれは。うん,うん。<ー>そうじゃないですか。で、私、今回の場合は、その時間的に。大きな離れがあることですよね。そうですね。でそれは、あの、実は、えっ、ー、と、ちょっと前に公開されたであろう。うん、えっと、文系、語文系、第五文系の話の時にも出てきたんですよね。うんはい、は,いはい、はい、はい。つまり、this may this enable t h s to hear that。 えーと、COVID、とかっっってていいうちょっとごめんなさいワクチンは本当は治しはしないんで英文としてはおかしいんですけどこれもだから主語 S っていうのがディスメディスンで本当は打ってようやくそれで治るっていう時間の流れがあるんですけどうん、うん、それを一軍にギュッと押し込めることで。 あの理解がすんなりいくるっていう話でしたよね。無生物主語文のね。理由がドど頭に S としてくるってやつ、ね。そう,そう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 、だからああいう無生物主語文っていうのも、そういう意味ではすごくダイナミックというか。時間の流れをかなりギュッと凝縮して、一文に閉じ込めてる。からだから、え、あのアメリカの人とか、まあ、ていうか、英語の話者は好むってことですよね。日本語はあんまりやらないですけど。そうだね。うん。はあ<ー>。ちょっとなんか、今の話聞いて。 思いまねねそれをさすすがでドイツのことわざからそこにつなげていく引き出しつい最近話したからすぐ出せただけでそうだねこれ収録時間的にはさっきですからねそうですねなるほどなるほどでもやっぱそういう引き出しがこいっぱいあるとね人間的魅力が出てきてなんかちょっともう構えてません何かんか今完全に振り下ろす気満々なんかだからそのあれなんですよ言おうとしてる時あの なんか家庭法とかみたいな感じでムード出てるんですよなんかこれから言うぞっていう、ね、僕のあの冗談法みたいなそのお前彼女は最近できてモテるもんなみたいなと同じ感じで <laughs>、ね、<laughs> なんかその引用法みたいな感じで喋ってますね, <laughs> すねこれから俺は何こいつきも発言をするぞっていうムードがちょっと出てるかもしれない出てる。うん、やっぱこういうその教養を感じさせる雰囲気があると通り物言わざれども下おのずから小道をなすってい感じがしますよね、はいはい <laughs> うん最高ですねその言葉これは芝生敷きですねはい出てくるん通り通り小のづからえー、っと通り物言わざれど下小のづから小道をなす,す、ね、あ,あ下なんかあったっけうんそうか通りの下ですねうんわかりますわかるそうか 僕ね実は通ってたね中学校の時通ってた塾がそこの小字からね取ってるんですよ名前<え>名前何んです,よんです成形塾っていうところで今の整形大学もそうですよね、うん、あの東京の成形大学ってそのさっきのりえり「えー、と物言わざる」とも「下」をすをすから来ているんですよ小、ね、道ってのが「K」で。 小道を成す大学と書いて成蹊大。学ですね。で、だからうちのその中学校の時の塾も成蹊塾って言って、誰も理解してなかったんですけど。うん、僕はたまたまそのなんか、難読漢字が好きだったんで。はいはい、小道ってのの読み方が変わってると思って、その故字を知っていて、なんか先生にそれを話したら、いや、こそこから取ったんだよみたいな感じで。わ、やるな。すげえ。すごい、なんか、その話を聞きましたね。はいはい。いや、僕これ超おしゃれだなと思って。最高ですよね。最高だなと。あの松坂桃李の。 名前ってこれなんですよ。そうですよね。魅力があるもの。ただ松坂桃李さんは、なのに、えっと読み仮名が通りじゃなくて、通り。通り。ね、なんでみたいな。それもちょっと両親のこだわりらしい。んであ、そうなんですね。ええ、でも、素敵な名前ですよね。一応、リスナー向けに解説しておきますと。勝手に盛り上がっちゃった。通りってのが、桃とすももです。はい。通り、だから、桃とかすももの木っていうのは。 魅力があるから、うん、物言わないんだけど一言も喋らないんだけどみんなそれを取りに来るから、はい、その木の麓には自ずから自然と小道ができていくよねうん、うん、いうことで通り物言わざれども下小のずから小道をなすという芝生敷地に出てくる一節がま魅力のある人間ってのはこう勝手に結果が出結果ですね,ですね周りに人がいっぱい集まってくるよっていう意味の言葉があってうん、うん、これから松坂通りも取られてるっつって、うん、おしゃれだなってそうですね。 僕堀本通りが良かった <laughs> いや剣かっこいいけどな全然見るで剣はね通りが良かったな僕はね太いに貴族なんで太った貴族ですからね <laughs> 僕よくだから確かに太った貴族って名前でお前はガリガリの貧乏人ってよくいじられましたよ切ないですね、はい、そう,もう全く真逆な感じなで <laughs> とかふてぶてしい貴族とか<も>そう確かに言われてみると太いっていう字よく使うじゃないですか名前は、はい あの僕の友人に太君,君痩せてたらちょっと名前負けするじゃないですかまあでもそれで言ったら当ねあの美しいっていう感じなんて女性によく使われるけどよく言いますよね<ー>その名前負けしちゃうみたいなことをね,で,すねでも美しいは主観的な問題だからギ、はい、ギリギリどううにかなると思うんですよ <laughs> 美しくなくてもなんかその心根が美しいとかんかいろんな言いようあるじゃないですか。はい くんはマジでこうフォローのしようないな <laughs> うんまあね4 4キロの太くんはちょっとれないじゃないですかやっぱり <laughs> まあね確かにねだから結構あの高校時代毎日遊ぶぐらい友人だったんですけど太くんそんなに太くないなっていうのが引っかかっていてまあでもねだからかなり近代になってからですからね太ってるっていうことが悪いと言われ始めたのはまあそっかあのもう昔なんてよかったんだ昔ははい美しいっていう感じはそうですからね <え>美しいって太いい、ね、美しいって要素分解すると羊と大きいですからねから声太った羊のことを「美しい」というのがあって <laughs>、えー、つまりその太っているっていうのはあの、まあ、もちろん富の象徴なのでいい栄養価を得られたってことなので太っているってことがまあ美的感覚なんですよね。えー 逆に痩せるっていうのは漢字書くと分かるけど病だれなので、はい、病気の思、はい、っている人だというふうに見なされていて、えー、太っているっていうのはだから後期っていうものと結び付いていたし<ー>平安貴族とかも太っている人とかあとは下膨れっていう顔の形がモテたといいますけどす、ね、そういう太っている人ほどモテていたんですよね。へー あのバッタを倒しにアフリカへってはい、はい、結構売れた本があるんですけど前のあの本の中でモーリシャス、はい、あの本ってそのアフリカのちっちゃい国モーリシャスにバッタを捕まえに行く話なんですけどモーリシャスの同僚が奥さんと大大,大喧嘩してえら、はい、いことになったっつってどうしたんだって聞いたらちょっとねなんか忘れちゃったアブガドゥみたいなモーリシャスの伝統の育て方があるんですね娘の。はい 奥さんが死ぬほど娘に物食わせると。1日に4キロの米だっけな、確か。すごい量でしたよね。4キロとか食わせると、吐きながら無理やり食わせると。なんでそんなことするんだってモーリシャスぱ太ってる方がモテるから、娘の幸せのために太らせなきゃいけない。だからそのなんちゃらっていう食事法をやらせるんだ。でもさすがに旦那さんとしては、それやめる、死ぬからとかわいそうだからって止めて大喧嘩になった。で、孝太郎と。ですね孝太郎。 ちょっとどうにか言ってやれないかって,って、はい、そうだね日本では痩せてる方が今クールとされてるよっていうのを一生懸命奥さんに言ったけどあんまり意味なかったっていう描写があって、はい、でも日本でもやっぱ美しいは声太った羊だったんですねそうですよ、うん、<ー>ビューティーってのはあのデブ羊のことだったのでじゃあやっぱどこもやっぱ共通してですね時代がちょっとずれてるだけでもちろんそうじゃないですかやっぱり、ね、基本的な食料とかっていうのは備蓄できるものではなかったし とにかくそれを食べている人っていうのが、まああの高貴な人だったっていうことですよね。っていうのに対して何か言いたかったんですけどなかったですね。さすがにないでしょ <laughs> う。いやもう何こいつ気もないとちょっと満足します。おお良かったですね。すなんかいっぱいいっぱい使いました。酔っ払ったね状態でねあの始めましたけど、うん、意外とねなんか。うん 盛りり上がまししたねねいいいややででもっぱこううの楽すソロモンの映画も「一輪の花にしかず」っていう言葉ありますけれどもやっぱソロモンの映画も悪くないなって思いましたね。ソロモンの映画ソロモンの映画あの栄える花々しいソロモンの映画も「一輪の花にしかず」思いました。これマタイの福音書6章28節新約聖書ですね出てくるんだけどソロモン王という剣王がいるじゃないですか。はい あのソロモン王の時言っても、あの、あの辺のイスラエルのあの国って。こう、是正、うん、を極めたんだけど、はい、でも一輪の花にかなわないよね、やっぱりと。<う>自然界の作り出す美しさに対して、ソロモン王の牽制ってやっぱ劣ってるよね。っていうのが出てくるんですよ。はいはいはい。これすごいガンあるな。なるほどな。 ソロモンの映画も一輪の花にしかず。今、の話は何が関係な <laughs> いな。ソロモンの映画も一輪の花にしかずなんて言葉もありますけれども、はい、やっぱりこの今ソロモンの映画みたいな会話を交わしてて。これは楽しいですよね。 しけ人工的なものじゃないですかめっちゃ人工的なけん制っぽい喜びな広いなソロモンの映画でい <laughs> たけどやっぱね一輪の花にしかずと言ってるけど新約聖書ではやっぱ「でもやっぱソロモンの映画も悪くないですよね」引用言いようしたあげく全然100のこと言ってる。<laughs> <laughs> ちょっと何のために引用したんだ、ねね、ひどいやっぱ酒入ってるからですよ。最後に使いたかった。ね、最後にこもり込んでやろう,う。そうですよね。そのだからお酒飲んでこういう話すると、まあ山口明さんも言ってますけど、うん、要するに迷わない分自分の持っているものは一方も踏み出さないんですよね。やっぱ。<laughs> あ <laughs> すごい流れるように放り込んできました、ね、山口晶さん何もう一回教えて何山口明さんって日本画家なんですけど江戸時代の風景画みたいなのとか戦国時代の風景画のタッチで現代の東京タワーとかを描いて,てるはい、はい、素敵てすてきなグググてとしいんですけど、うんはい、この方その摂取見て嫉妬したらしいんですよ。 す <laughs> すごいいでね現代人なななかなか嫉妬できないと摂取俺あんますごさ分かんないんですけど、うん、やっぱ日本画家が見るともうねすごいらしいんですよ。<ー>なんかもう本当に研ぎ澄まされていて、うん、全くその無駄がないとそれでいて洗練されているけれども、うん、なんか彼はその何て言うんですかね 逸話でその絵を描く前にしこたま酒を飲んでやおら筆を取って見事な絵を描き上げたっていうエピソードがあったみたいで,で山口さんは自分の才能にもっとこう上を見たいと思って酒を思いっきり飲んで絵を描いたみたみいいなんですで描いてる時っていうのはものすごく筆が進むし自分のことを天才だと信じて疑わないような迷ってるからねものができてこれは素晴らしい作品だと思って翌朝見るともうがっくりするんです。やっぱそうなんだ それが、まあ、ちょっと引用しますねそのまま文字通りに。うん えっと、その描いてる間は素晴らしい俺はこんな天才だったかと思いながら描ける、うん、しかしやはりダメでした <laughs> 要するに迷わない分自分の持ってるものを一歩もも踏み出ないのののです、えー、自分の持ってるものに一生懸命何かを足そうとして無理をして何とか作品になってるのは人間が酔った勢いの手癖と言いますか自分の一番縮こまった部分だけで描いた痩せた絵にしかなりませんって言って <laughs> うわつどっこれなんかすごい思い当たるものね人によってはありますよね ものとか酔っ払ってした話みたいなのがものすごく面白いものだと思っても後から振り返ってみると自分の,その縮こまった部分をはみ出ない痩せたものにしかならないっていうこの言い方すげえなーと思って、うんうん、あの僕一応本業が物書きでしてノートを書いて食ってるんですけどあのだいたい一記事8,000文字とか多いんですね、はい、あの酔っ払った勢いで8,000文字書いたことがあってもっ一気に4時間ぐらいで8,000文字夜中に書いて いや、いいのかけたわ、明日公開しようと思って寝たんですよ。はい。翌朝見て全没にしました、ね。<laughs> 痩せてました。<laughs> 痩せてました。<laughs> なんかこれ、手癖でかいたなーっていう。あんま思もんないなーと思って、結ょっ書き直しましたからね、全部。ね、そういうことだね。山口さんっていうプロの画家でも。や,やっぱあるんですね。あるんですよね。ううだから、そのね、前回は酔っ払って撮った回が好評でしたけど。うん、今回は痩せたものになってないことを願いながらね。<laughs> 不安ですね。<laughs> <laughs> <laughs> ということで僕のも引用したいやつを全部成仏させましたね。はい、という不安を抱えてちょうど1時間 1>、はあ、今回ってるんしりすぎでしょ,うちょっと大丈夫かな痩せた回になってないねえちょっと心配ですねで僕最近気づいたんですけど、はい、これいい言い訳があるなと思ってこれよくないなと思った場合は後にあのファンクラブ限定公開にし <laughs> <laughs> これもこれも <laughs> 分かんないけど <laughs> よくなかったらねまあでもファンクラブはだってでも1万人のところにファンクラブ作ってもしょうがないじゃないですかやっぱすげえ規模があるものだからこそファンクラブって意味があるんじゃないですかいや意味あるでしょ1万<あ>人むしろあるでしょ1万人のそう濃いファンがついてれば全然いいと思いますなるほど加入率10%で1000人とかねそうかそうか確かになで、ね、1000円集めれば10万円ですかそうかそうかとかになるんで素代は賄えるなそれそうそうそうそれ全然いいと思ってるんではい 赤字今、累積赤字どれくらいですかそうそう,そう、累積赤字が42万円ぐらいですか <laughs> 中古車。<laughs> 中古車がるくない。<laughs> になってるんでね、まあ、いつかマネタイズとかでね、もす僕も資料代でどうだろうな、3、4万ぐらいいったのかな。大したことないですね。なんで,でもまあ50万ぐらいになってきてるんで、いつかね、マネタイズ,、ね、マネタイズするんで、あのよかったら皆さんもいつかあのファンクラブ始めた時もは入っていただいて。そうですね F.C. 限定会員会員限定コンテンツが出るってことですか。<laughs> そうですね。ちょっとこれは公開できんわと思ったやつが超えダがファンクラブに回るかし、ね。そうですね。あのコテンラジオっていうポッドキャスト一番ねまあ、うん、一番売れているポッドキャストもう、ねあ,ね、あの会員限定コンテンツとかを出してるんですけど、うん、やっぱ例えばなんですけどその。 知らない人が聞いたらえんあの炎上しちゃいそうなこととかってはいうの、はい、会員制のコンテンツとかもしていてああいい言語とかもねあのちょっとまだピンときてないですけどあるかもしれないので、うん、そういうのとかだったらね YouTube に流すとこれ置いとくと思えるなみたいなものとかそういうのに流せたりするといいでしょうね。そうですね、うんまあ、とかの展開も考えつつはいじゃあ引き続きですね。 われわれの赤字を軽減してやろうという人は投げ銭用 l i n e イとかメールアドレスとか貼っておきますので <laughs> 投げ銭していただければと思いますし、はい、そうでない方もお気軽に感想のコメント YouTube のコメントとか概要欄の Google フォームとかでお待ちしておりますので、うんはい、何でもどしどし送っていただければ嬉しいです。はい、ということで本日も終わりにしたいと思います。あありりがががととううごござざいいままししたたこののラジオオは1階の言語タク ゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです。自由気ままな言語トークですので、厳密な交渉は行っておりません。内容には諸説あります。ご了承の上、お聞きください。